皆さんこんにちは、吉村彩人です。第6話は僕が演じたジルベールの初登場の回となっております。この回はシロさんが初めてジルベールと会うシーンなんですけれども、最初ジルベールが映ってなくて、そこからこう大ちゃんって言って入ってくるところの、その大ちゃんのニュアンスを何回かテイクを重ねた気がしていて、ちょっとその大ちゃんじゃないみたいな監督とやり取りして、そんな思い出がある回で、ちょっと緊張していた日でもありますね。なんか暗いちょっとレストランみたいな大人のところでハリネズミの T シャツを着て場違いの服装で登場するんですけど、なんか思い切ってやろうと思いながらいろいろ考えて、ちょっと緊張してしまったシーンではありますが、ちょっと楽しみに見ていただきたいなと思っております。ぜひ何食べフライデーにご参加ください。よろしくお願いします。